レオン師匠のふかつりぼりレオン師匠こんにちははいこんにちはまた久々のふかつりぼりとなってしまいましたが <laughs> まあいろいろとなりましたなんかレオン師匠見慣れない生きてる服を着てますね今日はああ、これフィッシュインで作ったやつだよね お新作アパレルですね宮弁とかにもぼツぼツ届くんじゃないかなあそうかもしれないですうんいやあのこ僕自身がもうめちゃくちゃ気に入って <laughs> ほうほうほうもう仕事中だろうが今でくつろぐ時だろうがもうなんかずーっと来ちゃってんだよねはい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 っていうかいきなりそんな話題か <laughs> 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 いやーほんと気持ちよくてねまあ 一番こだわったのは生地なんだけど僕自身もこの手のパイル編みのスウェットは着たことはあるんだけどさはいやっぱ、ね、生地がいいと全然違うぞああそう肌触りがすごくいい感じなんですねで、俺も今回業者さんと話してて初めて知ったことなんだけど、はい、このパイル編みっていかに緩く編むかが肝なんだってさ お緩く編むからこそ空気層がこう熱くなるつまり吸水率が高くなるよねで保湿もするんだけどあの緩く編んだるから乾くのも早いんだよね普通の三つ編みより。うんうんうん で話して聞いててあのめちゃくちゃホテルの中のあの高級タオルがあるじゃん。はいはいはい。あれと一緒って言ったらそうなんですよって言ってたよああなるほど、うん。タオルが先じゃなくてこう衣服が先なんだろうけどね。でまあそんな中でもねちょっとこだわってるからさ <laughs> 国内の、えー、記事で。 コットンの一番いいやつ、冬に作ったよね、ウィン,ウィンターパーカーのいいやつを。はい、作りましたね、はい。うん、あそこのメーカーのやつがやっぱり一番良かったんで、それでサンプル作ってもらったら、まあ、着心地が良くてさ。おおなるほど。あと、ほら、これ、オーバーサイズ、ルーズフィットなんだよね。はいはい、ちょっとゆったり着れるんですね。 こういうオーバーサイズを着るのはね、実は正直言うと初めてなの。おぉ<ー>。うん。最近よく着てるよね、若い人たちが。最近、その、リラックスフィットみたいなの流行りな気がしますね。そうそう。あの最初、あんまり興味なかったんだけど、うん、ふっと思い立って作ってもらったら、まあ、着心地いいね、ルーズフィットで作ると。良さそうですね。うん。まあそ、袖幅もね、T シャツに比べるとほら、倍ぐらいあるよ、これ、こんな。<laughs> うん、うん、で、バストサイズも、バストサイズが、あの州じ,じゃなくて横幅で書いてあったんだけどね、サイズ表には。いはいはい、はい、57センチ。僕が脅威が大体90ぐらいあるから、90の脅威があるは、もう90切ったかな、じじになったから <laughs> <laughs> え。盛るのはやめとこう、85ぐらい。<laughs> で、もうゆったり、もう乳首を見ちゃってるよ。<laughs> <laughs> ゆったりしてる、このゆったり具合がこんなに気持ちいいのかっていうのがね。うーん。あの、で、最初は普通の袖付けて作ってみたんだけど。うん,う,んうん。うん。うん。え、オーバーサイズで、あの、普通の袖付けだと。あの、ここに降りちゃうんだよ。継ぎ目が。ああ、なるほど。あれがね、見てて、なんかこう。嫌だった。うん。いい感じじゃなかった。ちょ、ちょっとなんかだらしない感じでしてた。うん,う,んうん。うん。うん。 でいろいろとばっと調べてたらやっぱりあの西海岸のデザイナーなんかはあのこの手のやつはラグランなんだうんでも国産日本で売ってるやつのルーズフィット見るとほとんどラグランがないのようんでこれ絶対ラグランでしょと思ってサンプル作ったこれ大はんばりなるほどちなみにリオン師匠が今着てるのはサイズ何ですかサ <M> サイズ M サイズズ うん、だから今までの T シャツで言うと僕の着てる感じでは長さはともかくね、うん、着丈はともかくこの羽織ってる感じが M の僕が XL 着,着てる感じぐらいゆったりでも長さは M の長さなんでちょっと長いぐらい M の T シャツより3センチ長いぐらいかな2 3センチ、うん、なるほどわあー やっぱりね、なんでもね、経験せんとだめだね。まだあれですかね、あのフィッシュインで売ってる感じですよね。ああ,あの、そこそこ作ったんでね。うん気になる方は、はぜひ、覗いてみてください。XS とか S とか、あと 3XL がもう完売したかな。うんうんうん。XXL と XL と L と M はある。ほうほうほう。うん で皆さん意外に黒がお好きなようで <laughs> お<ー>黒から先に売れてるんだけどこれね画面で伝わらないのが残念なんだよね。この <laughs> ごまごまのグレーなの。ああなるほど。で現物見せるとみんなグレーのがかっこいい言うんだけどね。<laughs> なるほど。製品写真じゃちょっと表現できてないとこが。あ、まあまあキューベも届いたら。 ね、ちょっと警告帳楽しんでみてください。は,ーいはい、皆さんもよろしくお願いします。<laughs> ありがとう。っていう感じで。はい。えっとですね。本日の。質問になります。はい。今日はちょっといつものメバルとか。うん、なんかちょっと。は違ってですね。うん。変わり種の質問なんですが。うん、えっと、レオン師匠が x で。うん。 しえー、シーバスにはどんなワームが有効ですかという質問に対してハ、うん、ードルワーで釣りましょうよと答えられていましたそのシーンをお聞かせくださいという質問ですいやきたか <laughs> <laughs> そんなことがあったんですねあ結構鮮明に覚えてるほうほうほうううんなぜかというとその質問者の方は 実際にはお会いしたことないけどもう結構長くあの X であのやり取りしてる方なのよ。ううんうん、うんうん、だからそういう人間,関人間関係があって成立してるはずの会話なんだなあれは実は。あーなるほど、うん、だけどその全く僕のフォロワーさんじゃない方がすごく怒ってらっしゃいました。 なるほどワームでじゃあシーバスでワーム釣っとる俺たちはクソなのかみたいなね <laughs> か,かなりお怒りの様子だったんでね <laughs> 結構鮮明に覚えてますよ。なるほどまああの重ねて言っちゃうんだけどあれえっ、ー、とメイレンジさんだったかな僕に僕に聞いてきたのよ。 僕が誰かのがシーバスをワームで釣ってるのを見てワームで釣らなくてもプラグで釣りゃいいじゃねえかっていう発言したわけじゃないのよ。えメイレンジさんがごめんなさいね間違ってたら物覚えが悪いんでメイレンジさんが「んね、<laughs> がん <laughs> レモン,ンさんシーバスにいいワームって何かご存知ないですか?」って聞いてきたのよ。 で、僕があえてね、それにあのポンって短く答えたの。あのえプラグで釣りましょうよ、なんかそんな文章だったよ。うんうん、えプラグで釣りましょうよって短く返したの。はいうん、だそれが引っかかった方が、たぶんなんめきいらっしゃるんでしょうね。<laughs> なるほど。うん で,でもそれほらさっきみたように人間関係があっての話なんだよね。だから本当にワームで釣りたい人にそんなね木で鼻くくったような返事の仕方は僕の性格じゃしませんので。うんうん、だって僕自身ワームで腐ろうと釣ってるもん。<laughs> <laughs> <laughs> いやそうじゃないんだよね。あのー、あいう投げかけ方をしてなおかつ あのメリンニさんがね、うんさらに追っかけて突っ込んでくれたら、またちょっと深い話しようかなみたいな、なるほどあ僕とあの方の間のこうあり方であり、僕の作戦であったわけ、そのとっかかりのところを、あのー、無関係の方が <laughs> 見られたんでしょう。いやーじゃあちょ、ちょっと真面目にお返事しましょうか、せっかくなんで。はいぜぜひぜひ、えー シーバスとワームで釣るということに関して。うん、えっ、ー、とー、まあ、インクスやレオンを見てくださってる方たちはもうご存知だと思うんですけど、僕はもうどちらかと言わなくてもプラッガーなんです、もともとね。はい、うん。なんかどっちが好きかって言われれば、明らかにハードルワー,ーが好きなタイプのアングラーなんだけど、うん、でも、皆さんもご存知のように、アジングという。 メバリングもねかなり初期の頃から皆さんにこういろんな釣り方とかお知らせしてた僕ですから当たり前にワーム使うよね。<laughs> はい。ちゅうかワーム推奨してきたしワームいっぱいデザインもしたしうん。<laughs> なんですよ。えー、っとねじゃシーバスの話戻しましょうか。うーんシーバスもね 追っかけ回したことあるはい、はい、それはねメーターを釣りたくってお<ー>それもね30年くらい前、はい、メーターを本気で追っかけたのがね多分30年とか323年前とかそれくらいなんだよねついにかなわなかったけどねあの,あの時代には<ー>、うん、98だったかな九十9 8 5だったかな あそこまで言ってないから、俺ね、あのもう、釣っ,った魚のことを忘れるんだよね。<laughs> <laughs> 98ぐらいでしたが、はい、限界で、あの楽勝のメーターオーバかけたんだけど、切られちゃったのね。うん、うん。太郎っていうやつがいたのよ。はいはいはい。シーバスの名前よ。<laughs> あのシーバスの名前なんですよ、ね、友達じゃなくて。広島市に来たことがある人はかるけど、原爆ドームがあるはい 原爆ドームがあるところを本川という川が流れてはい,はい、はい、そこは三砂炉になってて、川が。うん、おかしなもんで、上流から日本の川が合わさって一本になるんじゃなくて、広島の川は、広島市内を流れる太田川という一本の川が五つまたになるんだよこうお<ー> <laughs> つまり中洲の中に街が建っている状態でね。で、その原爆ドームの前に相生橋という橋が、この。 二股に分かれるところへこう斜めにかかってる橋があるのよ。T の字型にちょっと言葉でうまく説明できないけど。そこの下にいるのいつも太郎が。おおなるほど、うん、で、明らかにメーターは楽勝で超えてて、でうん、当時俺たちルアー仲間でそのた太郎君狙ってあのウェディングしていろんなことをやったんだよね。で、い一発はかけた。一回かけ,たけど その時はねあのプラスチックのバイブレーションでバイブレーションプラグでかけたんだよ。で上流へガンガン走っていかれてメーターを10ぐらいあるんじゃないかと思うんだけどピックするーでかいやつでまあ切られちゃったのね。うん、まあそんなことまでしてねシーバースを本気で追っかけてた時期もあるからこのワームで釣るハードルアで釣るタイミングっていうのはねやっぱり僕なしに。 あのその昔研究しました <laughs> いろいろやりました、うん、でできるだけプラグで釣りたいんだけどどうしても食わない時があるうんあるもうこれしょうがない、うん、でどうしてたかというと結局ジグヘッドにはあんな,なんだよね、うんうん、で面白いもんでねあのそれを三十数年前以降ボートを自分で 所有することになっで小型ボートをは夜中は走らせてあのー、こう工業地帯工場地帯行くとタンカーが止まっててバーンあかり落ちてるじゃない、はい、そういうところ行ってもシーバス狂いしてもうめちゃくちゃシーバス映ってたんだけどどうやっても食わない時があるのよプラグでそのパターンの一番代表格がねあのサヨリパターン タンカー、停泊タンカーの明かりにさよりが寄っててさ、もう猛烈なもう大雨が降って、時々、なんだろうな、あの鳥が水面に突っ込むぐらいの音がするんだよ。あははは。タタタタタ、ばちゃばちゃドパン、ボコン、ガボー、ジャタジャタジャタ言ってるぐらい、もう耳塞ぐたいぐらいうるさいの。 そこら中シーバスがいてもう何十匹とか百匹とかいう単位なんだろうけどさより追っかけ回してるんだよね。で友達と二人でもう沸き立って「よっしゃー!」ってこう投げるんだけどプラグ何投げても食わねえのよ。びっくりするがよく食わないのよ。ガーッて言ってるの迷子通したり止めたり沈めたりドイッチかけたり。 もう何やっても買わないんだよ。で、これプラグだめだぞっつって。で、やっぱりちゃんと持ってるよ、ワーフを。ほほほほう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 。それはあのー、ワンボックス持ってきてるから、メバル用のリグもあるわけさ。う <laughs> ううんうん、うんで、その中でも一番大きいフックで、えー、っとね、2ムぐらいのジグヘッドだったけど、 えと僕がシャクメバル用にね4インチくらいのワームを持ってたの。細長いの、うん。バス用のワームなんだけど、えーとね、イメージで言うと、ゲイリーのカットテールってあるでしょ。はい、あんなような形状。うんうん、入えたら一発なんだお<ー>。毎ン食ってくんのよ。なんでで、一番細い、えー、身のプラグで結び替えてやる。 投げても当たんないうん、うん、でまた、えー、4インチの4インチだから10センチだよね細長いワームジグヘッドでやるともう入れてちょっと前かたらゴーンなんだようん、うん、それぐらい違います本当にうんうに、ん、だからシーバスもシーバスに限らずどの魚もそうなんだけどやっぱりそのハードルはソフトルーが効く場面ってな。のは タイミングでそそれれぞれあるよねそうです、ねうん本当にそれぞれあると思う。えー、だからあの決して <laughs> シーバスをワームで釣ることに反対してるわけでもないし何でもないんだけどね。<laughs> ただ僕自身はプラプラグ好きだからそのメイレンジさんに対してプラグで釣りましょうよでポーンと投げかけたんだけど。 まあどういう局面でどんなワームが効きますかとか言われるとなくはないね。あとねその今のサヨリ付きじゃなくてイカナゴ付きの時があったのね。これは瀬戸内の離島でメバルのロケに行ったんだけどアングリムソフトさんだったからメバル全然食わなくてっていかいなくてそこ行ったところに。 見たら80ぐらいのシーバスがうようしてるのよ <laughs>、うん。で、バークレーに、あのー、中が中空のワームがあるの知ってるあ,ありましたね。バス用のワームなの、バークレー、はい、中空の。で、サイズ感がいいし、シルエットが気に入ってたから、大型メバルとか狙うときにいいぞと思って、いつも持ってたのね。 それでしか食わないんだようん,うん、うんうん、その時もさよりじゃないしバカバカボイルしてるわけじゃなくて街灯の中がこう見てるとすかすと3メーター4メーター下をう,うわっとこう何匹かこうやって泳いでる状態なんだよ。だからシンキングペンシル最初は表層からやって全く浮いてきてくれないから身辺をずっと沈めていって。 ううにょーっといるところのそば通すけどふっと見てプイッてやられるのよね。不思議だよ。その。なんとかフォローだ。バークレーのフォロー、フォローベイト、フォロー、なんだったかなキューブー知らないか、フォロー。フォローベリーフォローベリー。フォロベリー <laughs> そうそうそうロベリーだ。はいはいはい。あぜ、あのー、見てたらね、なんかパクッと食ってるから、こうやって見てたら、 あのイカナゴが20匹30匹ぐらいで時々チャーッと入ってくるわけ入ってきたやつをふわっと翻って食ってんのよね、うん、だから新品で食うでしょうと思うじゃん思いますね食わないお<ー>でそのバークレーの中空ワームのホローベリーをやっぱり3ムくらいのジュエットだったかなシャクヘッドの 3g か出して入れたらすぐ釣れるんだよ これ<ー>もうボッコボコですよ、アホみたいに、全部80アップ、<laughs> すごいな。嘘だろっていうぐらい、うん、ね,ね目晴らしいだから、玉編み持っていってないから、ただ、すぐ, <laughs> すぐ横に地元のさんが釣ってて、おい、どぼんって逃がしたら、お逃がすんかって言うから、欲しいのを追ったら欲しいっていうから、うん、ね、ちょっと待ってねって、またがン,って,ンって、おじさ、ん玉編み貸して。<laughs> <laughs> えー、島のみさんに2匹ぐらいあげたけどでっかいの。そのサヨリパターンとイカラゴパターン、うん、それぞれだいぶ違うんだけど、サヨリの時にはもうものすごい量だった。イカラゴの時にはそんなでもない。5匹から7匹見えた程度。うん、でもその7匹が全部釣りちゃったからね。お覚イてしてるわけでもない。だけど、わムしかくわない、うんうん。あるよ。 うん、であと昼間だよね。デイゲームですね。うんやっぱりあのコアマンの泉さんなんかとだいぶ話したことあるんだ昔。うん、うん、うん。泉さんも言ってた <laughs> 昼にねプラグで騙せさないことがよくあるのよね。うん。で結局泉さんが編み出して作ったのが VGA だなるほど。うん、あれだと昼間でも食うんだよね。 めちゃくちゃ釣れますからねめちゃくちゃゃく釣れるよね。めちゃ,ちゃ釣れます、ねはいうん、でそもそもその前にコアマン泉さんが VJ を作るよりもはるか前に、えー、と初代のワインドワームがあったんでしょ。ああはい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 。C バス用の。まだシーバスをワームで釣るっていう,こう概念がこう世の中あんまりなかった時代だよ多分。 25年ぐらい前じゃないかな、うん、あのオンスタックルのマナティっていうアームで、ピュってやっるだけ、はいはい、それのジグヘッドが特殊だったんだよね、うしゃくると左右に飛ぶという。うん、ということで、日中にね、シーバスをなかなかその口使ってくれないプラグじゃ、みたいなものを。 シーーバスを相手にすするときはねやっぱりワーム有効ですよで一つの手法としては、えー、オンスタックルさんがね最初に開拓したようなデイのワインドゲームこれスイッチ入るやっぱりシーバスは、うんうん、それからコアマン泉さん VJ のようにジグヘッドでありながら巻くとその未納プラグのように泳いでくれるけども 食わさの部分はワームだから独特なやっぱりナチュラルな波動が出るか食ってくれるんだろうねうん、うん、ただねその <laughs> シーバスワームに関しては僕はメバルほどやりこんではいないのであの語れることはそう多くはないんだけど、えー、基本的にはピンテール系でワインドさせるかシャットテール系で ただだ巻くだけの釣り方うん、うん、この2つはもう確実にそのメタルジグでも食わないプラグでも食わない、えー、メタルバイブでも食わないっていう時にはもう有効な手段であるのはもう間違いないね。うんうん、例えばさアマゴヤマメイワナ釣りに行くのにワームツカフスとはいないよね。ほとんどいなくない見,見たことある ないですねね。それからエリアじゃワーム使わせてくれないよねはい、うん、あの俺たち俺らもねこういう年齢なんで昔からやってるから知ってるんだけどヤマメもイワナもアマゴもニジマスなんかも普通あのねワームでめちゃくちゃ釣れるんですようんうんうん本当によく釣れる、うん、そうですね あの僕も平鈴木と、す丸す木よりは平鈴木をやりますけど、うんまあやっぱ平鈴木もまあやっぱプラグメインの釣りなんですね。うん、うん、でも僕もあの密かにいつもあのカバンにですね、磯に行くのにあ2.3インチのベイティを忍ばせてですね、うん、<laughs> どうにもならないときは投げたりします。<laughs> あっ、おいした <laughs> うちのあの、韓国のホウさんがいるじゃん。はい。ホウさんが、えー、4グラムか5グラムくらいのジュグヘッド。ああれ、違うか。シャヘッドの3グラムだ。うんうん。ベイティの大きい方をさして、はい。ものすごい釣ってたね、シバを <laughs> いや、あれめちゃめちゃ釣れるんですよ。<laughs> もうこれ釣ってたね。なんか、イ、うん、いいンクスのワムいろいろあるじゃないですか。ベイーうん。ツワシャン。 はいはい。あの、ツアー車の XG もありますよね。かなんか、BT の大きい方なんですよ。やっぱりあの、公安、ね、部、うん、公安、うん、部、岸沿いのシーバスが一番口にする小魚のサイズがあれくらいなんじゃないのそうですね。うん。なんだろうと思うよ。うん。そういう時にビッグベイト投げてもそれ反応しないわな。そうですね。一番主食の 一番ベースのサイズじゃないの。<laughs> そうですね。うん、釣れるよね、確かに。なんか僕らなんか、あの、メバルロケ行ってて。ベイティコク巻いてて、シーバスがうわーって出てくるから、やめて,ーっ,てって避けてるもんね、そっちゅう。<laughs> あ、そうですね。逃げますね。早巻きで <laughs> <laughs>、うん。ロケの時はね。あの、シーバスかけちゃうと、本当に。 階段のない堤防なんかだったらもう10分20分ロスしちゃうからそうですね <laughs> 場も荒れちゃいますしね <laughs> <laughs> ぐわーっとよかったのでさすがにあーまあねえ皆さんあの多分多分ですよあの X で投げかけてくださった明治さんもこの動画ご覧になるかも分かりませんけどさっきからお話しした通りですえー ベイ, <laughs> ベイティ、ティ釣れます宣伝終わっっちゃたまにシーバスのマイクロパターンで投げてくれてる方もお見かけするんで、いいね、うんどれが釣れますかっていうあれだったら僕はベイティおすすめします。<laughs> おすすめ、ナンバーワン、ベイティ。次がコロベリー。<laughs> はいはいはい、うん。この2つ持っておけばかなりいけるんじゃないかなと思うな。そうですねあ。あとはワインドね。はい。 うん、えっ、ー、と、マナティ、うん、うん。あの辺がいいと思います。はい。<laughs> そんなところですね。今日はそんなところですね。はい。はい、じゃあ、レオン師匠、本日もありがとうございました。はい。視聴者の皆さん、えっ、ー、と、今日の動画に対する何かコメントとかがあったら、ぜひお寄せいただけると幸いです。また、この動画面白かったよという方は、ぜひグッドボタンを。あと、まだチャンネル登録してないという方は、 ぜひ登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、じゃ、またねー。